クジラザタウ星 F とは地球からわずか11.9光年のところにある太陽に似た恒星、クジラザタウ星を公転している5つの太陽系外惑星のうちの1つである。クジラザタウ星にはクジラザタウ星 F 以外に4つの太陽系外惑星が発見されている。いずれもミッコツオミラの共同研究チームが2012年にハイアーズ・アップス ハープスなどのプロジェクトの観測によって発見された。発見の成果は同年12月29日に発表された。惑星を複数個持つ恒星はこれまでグリーゼ876の15.3光年が最も近い惑星系であったがクジラザタウ星はこの記録を更新した。クジラザタウ星 F は惑星の交点によって恒星の位置がわずかながらずれ、それが 恒星から放出される光の波長にドップラー効果を起こすドップラー分光法によって発見された。この手法は古典的なものである。クジラザタウセイ F は非常に質量の小さい惑星であるため、主星に及ぼす視線速度の変化は秒速6 0トル前後と極めて小さく、それによるドップラー効果は非常に小さい。実際、 従来の観測手法においては、クジラザタウ星系の惑星は、クジラザタウ星 B、C、D までしか発見できなかった。発見チームは、観測データからノイズをうまく除去する方法を確立し、ノイズの中から E と F を示す信号を発見することに成功した。それは、検出された信号に仮の惑星を配置することで、どのような影響があるかを仮定して、ノイズを引き出し、 見つける方法である。この方法で惑星を発見したことで、他の惑星系の既存のデータから未知の惑星を発見する手法を確立したことを示す。この手法が本当に使えるのかを確かめる対象として、クジラザタウ星が選ばれた。なぜなら、クジラザタウ星は過去14年間の観測では惑星が発見できなかったためである。 1998年からの観測で2012年に5個の惑星が発見されるまでは木星と等しいかそれより近い軌道にある木星質量と等しいかそれ以上の質量を持つ惑星はドップラー分光法では見つかっていなかった。またハップル宇宙望遠鏡による直接観測でも遠い軌道に惑星は見つかっていなかった。恒星の明るさごとのハビタブルゾーンの範囲。 クジラザタウ星系は下から2番目の0.5に相当する。クジラザタウ星 F は恒星から 1.35au の距離を1.76年かけて好転している。この軌道要素は太陽から 1.52au の距離を1.88年かけて好転している火星と似ている。発見方法の視線速度法では惑星の物理的特徴は加減質量しか求めることができない。 クジラザタウセイ F の加減質量は地球の6.6倍とされている。この質量からクジラザタウセイ F は地球と同じく岩石で構成されているが地球より巨大なスーパーアースの可能性が高い。さらにクジラザタウセイ F はクジラザタウセイのハビタブルゾーン内を構転しているため表面に液体の水が存在し生命が存在する可能性もある。しかし ハビタブルゾーン内とはいえその外縁付近を交転しているため表面温度は 233K と地球より寒冷な可能性もある。あくまでこの値は大気がなく温室効果作用がない場合のものである。クジラザタウセイ F ほどの質量があれば十分大気は存在できるとされているため実際はもう少し暖かいかもしれない。ありがとうございます。